やんの。やばい、キルもやった。ちょっと待って。こんにちは。やばいやばい。ショールームどうしよう。肌めっちゃ真っ赤すぎひん。これ大丈夫大丈夫。ヒレを、あ、待って、テロップが。です。ヒール。あちゃーできてないこれ。何これ。もうえっか。テロップ打ててるか打ててへんかも分からへんけど。ねえこれテロップ打ててないよな多分。はい、斜めってますね。はい、今日誕生日です、おめでとうございます。はい、めでたいめでたい。こんばんは。いいや、できた。お疲れ様です。皆さん、昼とかちょっと公演もうちょっと配信やろうと思ったんですけどタイミング合わんくてできなくて申し訳ないです。今になってしまいました。ありがとうございます皆さん。いった、昼夜終わりました。ありがとうございます。久しぶりのショールームです。ありがとうございます。俺の推し、手のやほう、俺の推しや。大丈夫大丈夫大丈夫、あんた可愛いから大丈夫。あ、泣いた。公演お疲れ様です。楽しかったです。あ、よかった。それが一番嬉しいよ本当に。やっとマジでさ、唐揚げ食べて喉潤しマジでさ、あの話なんなん。え、けどあのファンの方とかうなずいとったで、そうやでそうやでみたいな、ガチやで。ほんまにそれはそうなんですよ。唐揚げ食べてなんかその何あのメロメロだよ。そのなんか喉にそのさ、寂しいさ、なんかちょっと幼い感じですね。ほんまに幼い。だからそのほぼメイク落ちてるからかな。喉がその潤さないからリップがもうない。普通になんかそうごめん、学校で歌えの授業とかもあったんですけど、申し訳ない。その時はみんな、これお疲れ様、今日も行きたかったよ。あるんですよ。まあ気持ちだけ受け取っとくわ。また来て、また会いに来てね。絶対待ってる。てんだたん、昼公演のお見送り会で考えてきたこと気づいてくれてありがとう。いやいや、もちろんありがとう、来てくれて。わかるよ。私まだや、わかたんと話した記憶ないねん。そうなん、そう、わかたんと三次審査で話した記憶マジでなくて、忘れたんだって。なんか初めて、一番最初に話したって言ったけど、今日は仕事です、公演行けずショールームでいらして覚えてないけど、そんな言い方絶対してない。初対面の人にそのどうやるわけないやん。昼は仕事やったから昼より楽しかったです、ありがとう。あ、よかったです。リップの色がない、言わないよ。てんのもない、全員ないから多分。だってメイク落としたもん。今日の公演で点直しになった。そんなめっちゃ嬉しいけど、じゃあもうこれからは点直しできてよ、待ってるで、点直しで。みゆちゃん、うわー、てんなマジで欲しいわこの T シャツ。これ着たやつでよかった。交換せん、あ、それは嫌や。公演お疲れ様でした。昼公演ありがとう、イラスト生きてた、ほんまに素晴らしかった、ありがとうね。こんばんは。隣、そう、油の話してるわ。今夜の仕上がりで最近一番綺麗だな。マジ？ほんまに？トンちゃんハート、ありがとう。全然合うよ。髪の毛似合ったかな？似合ってたよ。めちゃくちゃ可愛かった。天のもあれぐらいの時あったから。好きにしてくれ。寿司食べたい。てなちゃんバイト終わり見れた、あ、よかった、タイミングあって。あ、ミラーボール。あざさんが昨日9期生はほのぴーだけで言ってたよ、ほんまに。かわいいミラーボール、ありがとう。もうやっぱキラキラが一番いいですから、めちゃくちゃかわいいよね、ほんとありがとう。ほんとにいい声だ、マジ普通の声。おい、もうそれさ、なんかやったんやろ、モノマネ。テナのモノマネできる。ほんでなんかさ、テナが俺のところでやるのも申し訳ないからみたいなさ、変な気遣い入れてさ、テナの目の前でやる。あーめーがー、すごいな。あーめーがー、そんなことなくない？さあ、似てへんやろ。あーめーがー、そんなことないから。モノマネにさよ。ほんま腹立つな。は？似てんの？似てるよな、ね、似てますよ、似てますよね。めっちゃ嫌やわ、ファンの方。ほんまに、うん、そんな、あーめーがおのあじさよ。でもそれが好きって言ってくれるから、なんか私も好きやで、私も好きで、マノマネしてんだから。あんまなんか悪意あるもん。あれないに雨をぬる、なんか目があかんわ、目笑っとんもん、あかんわ。似てる、絶対似てると思う、これは。うん、
ま、いやもうもうええわ、アンコールしてへんて、ええわ、もうまだ一番のとこは真似できん、難しい、あれは。じゃあ全部真似できるように頑張ってくれ、一人きりで、あそこてんな、違う違う、あそこてんなやったてんなの、てんなと思われたほの PT シャツ、そう、あそうや、これこれ。てんなと私が激やと思ってた、逆やったんよ、すごくない、だだれ T シャツやからな、どっちも、うん、そう、だだれパクんなって、はパクんなって、あ、怖店内の愛しました、えー嬉しい、マシマシでお願いします。そういえばさ、天奈と私さ絶対目合うとこあるよな、どうかわかる、わかんない、天奈は、天奈はわかんない、え2回ぐらいない、1個、1個せーのでよ、1個せーのでよ、せーの、アドレナリンの切られる前、そう、ヨーラーマキラルゾーノで、こう、最初笑顔やねんけど、やめてくださいね、みたいな、しかも分かったんと、ゆかたん、じゃゆかたん、わかたんとこよりんがさ、ありがとう、なんかありがとう、こよりんとゆかたんがさ、うん、がさ、こうやって来てくれて、それ私たちが見んねんな、うん、で、私と天の一番遠いのに、いっちゃうのや、戦場におるから、二人とも、どんな写真と、最初めっちゃ、うん、で構えてんねんけど、ヨーラーマキルゾーノこの顔ですね。あともう一個はソフトクリームの手つなぐところで、これやるときにレイポンと、そう、レイポンとホノピーとテンナで目合わせて、不安、なんか不安げな顔するよな全員で。なんか喜んでさ、ホノピーとテンナにさ毎回見合わせてるやんかね、うん、その時さ二人ともさ、何ですかみたいな、なんかそういうの見てきてさ、映ってるかなそれ、え、じゃあマジで面白いよな、そこ2番のさ手つなぐとこやね、え、何だっけあれ、そんなもともとしちゃダメだ、早く早く夢は解けないけど君と僕の、これ映ってるかなって、天のとかさ思いっきりカメラ側におるやん、でもレイが歌い終わった後なんか撮ってくれてることが多いから、その歌い終わった瞬間もやから多分映ってるよ、え、あそこマジでおもろい、めっちゃ笑顔やのにさ、どんな顔して君さなんか間違えたんかなみたいな顔そうね、そう、マジで今日は払わないけど、そう、そう、それが面白いよな、え、なになになにみたいな顔する、そうそうそう、それが面白いです、でも夜もしたくない、え、やる、やったやったやった、両方やった、いつもはちょっと変な顔するほんまに面白いわ、やっぱね、公演の楽しみはそういうところもありますよね、本当に唐揚げの油とかだんだなって感じするよね、こんばんは、大阪の学校で学んだ技です、すっぴんが可愛すぎて好き、マジほぼほぼすっぴんやな、もう完璧にすっぴんではないんやけど、こよまちゅう、ね、私のペリペラのアイシャドウ買ったよ、あのそうよ、えハートのやつ、そう、だって床で食べるのはちょっと、買った一人青梅にそれ送った、いいの、早く届かないかな、汗かいてで、でこだしになってたってな、え、じゃあほんまに嫌や、あれやばかったんやけど、何、え、前髪さ、夜のさ、時なんかさ、やばかった、一本だけでさ、めちゃくちゃ固まってさ、こんなんもう汗めっちゃくちゃの、え、やばかったん、ガチで、その前髪でタンポポやったんですかっていう、ほんまに疑問やった、めっちゃ揺れてる揺れてる、揺れすぎて、これさ、天のさ、入ってくる人のさ、やつないの、何の入ってくる人の、これなんやろ、なんやろ、なんでないの、わかりません、いや私もそれにしたい、ちょっと嫌なことがあって落ち込みモードだったけん配信してくれて元気出てありがとう、えーそんな落ち込まないで、てんなのところへいつでも遊びに来てくれ、配信、配信とか世代交代前夜公演とか見て元気になってくれると嬉しいですわ、私だからずっとこうやってやらなあかんの、ずっと、うん、もうやな、めっちゃ嫌やねんけど、まだバイト中、お疲れ様、あ、唐揚げくんや、こんばんは、こんばんは、今日の昼夜頑張ったし、よしよししたのか、よしよし、してくれんの、知らないですよね、してくれんの、これの可愛いからずっと見ていたい、ずっと見とって、ほんなら私どうきついんよな、これしてるだけでめっちゃくない、ああそうか、こっちなんかミラーボール、こっちやったか、ごめん、反対クソ、落ち替えた、フキピー落ちです、また落ちです、フキピー落ちです、また写真待ってます、了解です、キラキラナンバーってでもいいです、そうキラキラはナンバーってでもいいですから、もうデコってなんぼですから、キラキラなんて、現職とキラキラが好きなギャル、レイプ大好き、レイプ気持ちじゃないのか、昨日フルーチェ作って生き方したよ、ほんま、じゃあツイッターにでも上げてくれたら見ます、隣のおじさん楽しそうだ、ちょっと楽しそうおもろい、公園はマジテンション高いの、私めっちゃ、
うん、マジでテンション高いで今日。ずっとしゃべってたメイクの時も。やっぱりさ、このメガネちゃうポイント。ポイントこれね。うんうん、そんな人変わるメガネ。うん、ちょっとさ、かけさせて。ネイボンの顎毛可愛い。あ、スッキリ。うわ、あー、帽子替えがやばい。てね、こうやってこうやってトークしてメガネ。もう今度はさ、切り抜かれたら手出しのよ。ずっとやってんねこれさっきから。やばいって切りもやったし、俺もやった。最悪。もうさ、視力 2.0 の私からしたらこのメガネは無理です。このやっぱりなんていうの大きいだ。そう、私はテンナ大好き、ありがとう。テンナも大好き。ニーベ春だと思ってるので2番似てないよ、似てる。似てるやん、こんばんは。ピーチなんちゃう、似てなくはない。もう最悪や。どっちも力入れてる、ね、そう、あられちゃうよな、マジあられちゃう、やばい。コーラルピンクの最近の趣味は何ですか、メリケンかすか、このメリケンって何、こういうボコボコのやつ、あのこれ専用のやつ。めっちゃおもろい。あ、見た、そう、2人と見た、一緒のメガネじゃない、ね、もらえるこのピンやっとくわ。もうな、悪意あるよな。ありがとう。え、モノマネ、あー、えー、もうええ、このお腹から声出すが、はーべ、映ってへんしな、もう興奮して興奮してもあかん。楽しろがあんたやばいで、こんなやばい、油であげるわ一回、このピーのこと。これ大好き、待って、知ってるの知らないとかてな。そう、先輩かい、ありがとう、かわいい、ありがとうございます。さ、あの何、ほのぴーレイポンのモノマネも悪やったから。そうなんや、コード持ってる方とか変なこと思った。おーい、もう待ってて、最近可愛さ増してんな。可愛いぞ、ありがとう。なんでうさうさ、でかいな。配信してるよ今、悪口、うん、配信してるよ、こういうこと言ってくるの。椅子ちっちゃいな、こういうこと言ってくるんですよ、この人。ほのちゃんの魅力が詰まってる。あー、もうおーいよ。あ、全然袖短い、袖やもん。顔が。うわうわ。わあ、もう画面いっぱいいっぱいや、もうそれ。仲良しショット。うわあ。手直らんやんそれ。ほのちゃんコンタクト。ほのちゃんコンタクトしてへんの、ほんまに嫌だ。お前貯めんといて。貯せる？パリパリになるまで貯めるんやめて。本当にやめてください。昼と夜ありがとうございました。最高に楽しかった。休憩生公演なんか一緒に踊ってしまいます。めちゃくちゃ嬉しい、そんな言葉言っていただけて。いつでも一緒に踊りに来てください。オーディションの時からさ、このアカウント使ってる。次見とく、見とって。わー、久しぶりに見た気がする。ヤッホー、それな、久しぶりにやったわ配信。ヤッホー、ありがとう。ゼロ2番買います。ゼロ2番、つぼみたちの変化も好き。そう、最近顔変えてて全部、あの好きな色を買ってください。工夫してるんです。気づいてください、誰か。てんちゃん可愛さ増してるな、マジ。なんなん、なんかマジ褒めてくれるやん、好きやん。私のことスレッド髪最高に可愛いんだ、ほんまに。なんでそんな褒めてくれんの、ね、顔すぎるよ。タコさん来た、タコさん、タコ来た、タコ、こよタコ来た。あ、やばいやばい、落とすぞ。落とすぞ、あざきになるわ、もう真っ赤っかやん、もう真っ赤っかやで、やばいよ。靴下のロゴと一緒ぐらい真っ赤っかやで。でパンパンってやったらもうやばいから、揺れが、あ、それやばいやばい、あ、ほらほら帰んの、おちゅー、おちかれー、おちかれー、オブンナウ。変なの美人すぎて見ている。え、何それ、嬉しい。前のラインキュンとした。こよちゃんとほのちゃんは仲良しだけど、こよてんの方が仲良し。え、そんなこと、ごめんね、そんなこと。なんでハガキイケピーやろ、ハガキイケピー、ハガキイケピーやばい。え、めっちゃしっかりくれてる、ここやん、ハガキイケピーやばい。なんで、テレビだけハブられてるやん、ハガキイケピー。めっちゃ天才じゃない、一回、うん、どこ行きたいもん。え、それな、え、どっか行こう、うん、え、っていう話してたやん、前京都行く話してた、うん、地元来てほしい、私の。なんで、え、前京都行こうって言ってたやん。え、そうやった、京都行きたい、え、京都行こうや、ほんまに。京都行こうは聞いてない、あのさ、コヨリンが言ったで、ね、違う、コヨリンが言った。誰と話したんや、コヨリンが言った。私絶対言ってない、有名だったじゃん、あそこで。京都好きやねんな、こよ、言ってない、言ってない、京都好きちゃう、別に。え、そこあったね、てんな、おらんかった気がする。おったおった、マジで。え、ほんないさ、あれ着物着てやろうよ。え、その話もした。いや、それはやったよ、その話もそれはしたけど。バイバイ。
バイビー、おちゅー、バイバイ、おちゅー、かっこいいバイバイの仕方。メガネないよそれ。メガネで台無しだよ。だってメガネ牛乳瓶だもん。牛乳瓶だよ。こういうことばっかり言ってた。牛乳瓶やばいってほんまに。怒ったもん学校に。一人は一人は俺は頑張ってる子な。どう見てこのほんまに分厚い、分厚すぎる。もうだってさ、手投げたらもう視界がギューってなったの。やばいよな。いいから、あ、ミラーボールありがとう。でもそういうほのちゃんが好きなんだ。好きメロ。ほのちゃんめっちゃ好き最近。でもあのほのちゃんはタンポポの決心でゆかたんと配達するところが好き。ほんまに嬉しいな。ヤバンのソフトクリームで指差しありがとう。任して見つけたから。最近ガチで朝のもまめ楽しみすぎて起きるの頑張ってる。ありがとう。いや、こちらこそ呼んでくれてありがとうございます。朝はもうなかなかね、長々くは書けないんですけど、やっぱ友達感強めのネイルみたいな。あ、じゃあうわっ、みそまた。みそ待って、それで。あ、まあ、ハンターやで。みんな見てください。わあ、このロングスカートからのほんまに私服風ですけど、なんとかなってないからね。ほんまに全然違いますけど、足何が何か足最低レッスン着てます。この下に最低もうなんか今からチョコザップでも行くんかっちゅうレベルやね。チョコザップってどこ？チョコザップっていうあのもうジム入ってすぐにジムで筋トレできるジムがあんねんけど、スーツとかでもできるようなジム。チョコザップ行ってきます。マジマジでおもろい。マジおもろいわチョコザップ。赤いやろチョコザップ。すぐチョコザップ行けるやんっていうのがいっちゃおもろい。ここ最近でなんでチョコザップ出てくるんか意味やから。ふって引く。これこれちゃん。病院行って。これじゃない。もうおもろすぎる。いや早すぎ行動。絶対違う。おもろ。これ好きちゃう。これじゃない。これ違う。おもろさいこれちゃん。あ、もうほんまに面白いわ。ありがとう。え、めっちゃあんで、ね、いろんなところに。あるある、どこでもある、うん、どこでもある。めっちゃ多い。めっちゃ増えてる。見つけたことない。マジで。マジで多いで。あの、美空みたいな格好していけばすぐ行けて。周りを見てないんだよ君は。そう、すごい賑やかな。そうそう。え、何されてんの？めっちゃ美味しい。てんな、お疲れ様。あ、早く会いたい。それな、早く会いたいよな。昼終わって一回目に来て。ダメでしょ。もうじゃ怖いよ。お疲れ様でした。ありがとう。もうあかん。心和ませないよ。ちょっと待って、なんか斜めってるよね、やっぱり。和ませ求めてないっすね。チョコザップ行ってきて。チョコザップ行ってこない。チョコザップ。昼休みの後にジム行くやつ。やばいよ、これ。意識高いすぎるやろ。行きたいよ。これ意識高いから。ポケモンや。バイバイ。バイバイ。行ってらっしゃい、チョコザップ。行ってらっしゃい。チョコザップ。でもさ、レイの意識高い話していい？いいよ。この間さ、友達とな。お泊まりしてんな、うん、で友達出た後でマジ寝れへんくて筋トレした、うんうんうん、あんまおらねあの泊まりで筋トレする人人んちやばい。人んちやばい。人んちで筋トレすんのやばい。20分も筋トレしたやばい。脳筋やん。長いしかもさ自分ちやったらもうなんかない。お疲れ様です。自分脳筋すぎる。人んちで筋トレ20分やる。やばい。しかもさ寝てんのに。ほんまにマジでおもろい。やばいな。やば、変な人しかおらんよ。マジで変。人んちで筋トレ20分するやつ変やん。ほんまにおらん。危ない後ろ。そう。あ、やばい。ほんまに危ない。倒れてる。死ぬんちが。それ何？姉ちゃんどけて。危ない。ああ、死ぬよ。ヘルプミー。オッケーオッケー、よかった。でも持たれたあかん。持たれるからや。背筋ピンとして持たれてる。まだ前もっと前行きなさい。だって椅子ない。もう寝転がり寝転がってこう上から。危ない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 、危ない。ちゃんと上押さえとかん。死ぬ
んと死んでしまう。ああ死んでしまうよ。じゃあもうちょっと下側を前に出さんと。じゃあ隙間がなくて指が入らへんの。めっちゃ頑張って頑張って。無理だな。まあどうにかして。痛い痛い痛い。もう手かかるわほんま。やばい怖いよこれ。レイちゃんいいけど。レイポンレイポン。こっち文字出せば倒れちゃうかな。ちょっと待って待って。あれちゃん倒れてきてレイポンの頭こう出てこれやつ。こっちもやばい。レイポンレイポン危ない危ない。もうこれ固定してるから動かせないじゃん。あーできた。大丈夫やって。ありがとうございます。口元だけあれや ASMR や。口元だけ。すいません汚いとこ。いろいろ声ありがとうございました。ありがとうございました。鼻のほくろね。待っててメイク配信の時ね。鼻のほくろ、鼻にほくろつけるみたい。失礼します。バイビー。もうかも。マスケちゃんそろそろありますね。あと4分で。昼公演のポニテ。ありがとう。あ、そう、ポニテが昼公演の時取れてきちゃって。で、夜も取れてきて。テンナのことをもっと広めるにはどうしたものか。ツイッターとかいろんなところで私の画像とかいっぱい貼り付けて宣伝してください。メイクさんに迷惑をかけた日でした。お願いします。見るので。じゃあまたね、公演の感想とか待ってますね。皆さんありがとうございます。本当待ってますね。また世代交代前公演行きたすぎて配信めっちゃ見てる。マジで来てね。待ってる待ってる。待ってく待ってますね。てんちゃんヤッホー。昼より入ってパンの人わかるよ。ありがとうね。今までてんなとして持ってたのすべて本編が喋ったの。違う違う違う。みゆきさんありがとうございます。え、どうしよう終わる。いや時間やばいよな。了解。じゃあちょっとそろそろ終わらないといけないということで、ちょっとピエン泣き泣きって感じなんですけどなんですけど、はい、また来てください。本当バイバイ待ってますから。てんなちゃんのチャイナ服の写真可愛すぎてホーム画面にした。嬉しい。また見せて。嬉しすぎるんやけど。そうホーム画面、人のホーム画面になるとかさ、めちゃくちゃ嬉しくない。サチやば。皆さん本当ありがとうございます。ちょっとコメントまた全部読めなくて申し訳ないんですけど、少し時間がなくて申し訳ないです。ちょっと動物園状態ですいません。また配信しますね。来てください。も見てください。ありがとうございます。待ってます。じゃあ男女読みしていきます。13位、チョチョさんありがとうございます。12位、ドカちゃんありがとうございます。11位、シマチョロさんありがとう。10位、ユダイくんありがとう。9位、マコトくんありがとう。8位、ファントムさんありがとう。7位、クニアンさんありがとう。6位、オカちゃんありがとう。5位、タムタムありがとう。4位、ベベちゃんありがとう。3位、ノロのちっちゃいおっちゃんありがとう。バイビー。かわいい。2位、バリーさんありがとう。1位、ハットのおっさんありがとう。みんな来てくれてありがとうございます。また来てください。待ってます。本当ミラーボールもありがとうございました。テンナカワチです。ガッテンですね。ありがとうございます。またね、公演も配信もモバイルメールもツイッターもブログも全部待っているので、コメントとかもしてくださったら嬉しいです。見るのでまた来てください。待ってますね。ありがとうございました。お疲れ様です。